昨日こちらのフィッシャーインフィニウムを紹介しました。これは3万円とちょっとお高いです。それよりも安いのがこれです。定価4000円、実売価格だいたい3200円ぐらいで購入できますかね。私は Amazon で購入しました。月面着陸の絵が描かれてますね。フィッシャースペースペン、インクはカートリッジ式なので交換が可能です。では開けてみましょう。しっかり入ってますね。お、保証書が入ってます。フィッシャースペースペン、宇宙飛行士が月面で使ったペン、 NASA 米国航空宇宙局が宇宙での使用に適していると認めた唯一のペン、水中でも逆さにしてでもスムーズに書けるペン。フィッシャースペースペンは製造上の欠陥に対しては無条件で永久保証されております。無条件で永久保証、言葉のパワーがすごいです。フィッシャースペースペン使用説明書、宇宙開発の優れたテクノロジーによって誕生したペン。というわけで NASA の厳しい審査をくぐり抜けております。旧ソビエト政府も購入してるんですね。無重力状態や水中、極度の暑さ寒さマイナス31度から121度においてもスムーズに書くことができます。すげー。中にガスが入っていますね。というわけでペンを見てみましょう。フィッシャースペースペン、何回言うんだって話ですねしっかりしたケースが入ってますよ。おお、なんか高級感ありますね。これプレゼントにいいかもしれませんね。 Goes anywhere, writes everywhere、 どこにでも行ける、どこでも書けるって感じですね。おお、とてもシンプルです。ちょっとした UFO みたいですね。もう限りなく無駄をそぎ落としたって感じです。こちらは形の美しさからニューヨーク近代美術館にも収蔵されているそうです。この下にも何か入ってんのかな。入ってそうな感じだけど、これが取れない、取れる、あ、取れる、そう、あ、取れました。あ、中にも紙が入ってます。インクカラーいろいろあるんですね。フィッシャースペースペン、インフィニウムと比べてみましょう。こんな感じです。むしろ形的にはこっちの方がいいかもしれませんね。シンプルで、まあ、こういうのあった方が便利ですけど、この潔い感じがいいです。ちょっとちっちゃいですね、一回りインフォニウムよりも。ここにはスペースペン by フィッシャーって書かれてますね。ではキャップを外してみます。どこがキャップだかわからない感じですよね。まあここですけど、おお、キャップの部分がでかい。これは予想外な感じでした。なるほどね。
で、これをペンの後ろに刺すと、そうそう、それなりの長さになって持ちやすくなります。ここがね、ここにゴムのリングがついてるんですね。このゴム部分の劣化が心配ですね。ここが弱点にならないといいですね。まあ、1本3000円ちょっとのボールペンですからね。ちょっと書き味を見てみましょう。緊張の一瞬です。うん、普通ですね。あとはどれぐらい持つのかは使ってみないと分かりません。インフィニウムと比べてみます。まあ、書き味的にはその大差ない感じですね。こっちのペンの特徴としてカードとして交換できるってことですね。おお、なんかかっこいいですね。 NASA って感じがします。これ自体は1000円ぐらいで買えます。なんかいろいろ住所書かれてますね。これでインク切れしても大丈夫です。この部分にバネが入ってます。なのでカートリッジを入れるとボヨンボヨンします。インフィニウムと同じですが、これも水の中でかけます。こんな状態でメモを取る人もいないと思いますけどね。おお、すごい。素晴らしいですな。大雨の中でもかけるわけですよ。メモ、素晴らしい。これはインクカートリッジを変えて使い続ければ一生ものになりそうですね。というわけで、フィッシャースペースペンブレッド EF400 の紹介でした。どうもご視聴ありがとうございました。